ガネーシャ、ガネーシャ、ゴネッサは、ヒンドゥー教の神の一柱。その名はサンスクリットで、群衆、ガナの主、イーシャを意味する。同じ意味で、ガナパティ、ゴナパティとも呼ばれる。また現代ヒンディー語ではタンボインの、エー、が落ち、同じデーバナーガリー綴りでもガネーシュ、ガンパティ、ガンパチなどと発音される。インドでは、原生利益をもたらす神とされ、非常に人気がある。 富の神様として、商人などから絶大な信仰を集めている。王の古福の人間の体に片方の牙の折れた像の頭を持った神で、四本の腕を持つ。障害を取り去り、また財産をもたらすと言われ、事業開始と商業の神、学問の神とされる。インドのマハラシトラ州を中心に、デカン高原一帯で多く信仰されている。 ガネーシャの像の中には杖を持っている者も,もおり、この杖は暗シ者と呼ばれている。ビナーヤカ、ビナーヤカ、無常、ビグネーシュバラ、バイノバーラ、障害除去、ガネーシャ、ゴネッサ、群衆の長、ガナパティ、ゴナパティ、群衆の主との神明を持つ。元来は、障害神であったのがあらゆる障害を司るゆえに障害を除去する、全身へと変化した。 ヒンドゥー教でよく見られるように複数の神明を持つのは、複数の神格が統合さたためと考えられる。あらゆる障害を除くことから、新しい事業などを始めるにあたって信仰され、助細役よけ、財運工場でも信仰を集めている。また知恵、学問の神でもあり、学生にも霊源豊かとされる。人をはじめとして、あらゆる開始にあたってまずガネーシャに祈りを捧げると、 良いとされる。特に、富の神様として、インドを中心に人気が高く、インドの店先には必ずと言って良いほど、ガネーシャ像が置かれ、偶像崇拝を禁止しているイスラム教徒の店にも、見られるほどである。一般人も、祝いごとに、ガネーシャのカードを送ったり、車のダッシュボードに置いたりする風景はよく見られる。ヒンドゥー教の体系の中では、 シバとパールバティの間に生まれた長男とされる。しかし、これは、シバ系の宗教が独立した、ガネーシャ系の宗教を取り込んだ、際の解釈だと思われる。現在でもガネーシャは、シバ系のヒンドゥー教の一部である。象の頭を持つ理由には、複数の神話があるが、最も有名なものは、以下のものである。パールバティが体を洗って、その体の汚れを集めて、 人形を作り命を吹き込んで自分の子供を産んだ。パールバティの命令でガネーシャが浴室の見張りをしている際にシバが帰還した。ガネーシャはそれを父、あるいは偉大な神シバとは知らず入室を拒んだ。シバは激怒し、ガネーシャの首を切り落として遠くへ投げ捨てることになる。パールバティに会い、それが自分の子供だと知ったシバは投げ捨てた。 ガネーシャの頭を探しに西に向かって旅に出かけるが見つけることができなかった。そこで旅の最初に出会ったゾウの首を切り落として持ち帰り、ガネーシャの頭として取り付け復活させた。これがガネーシャがゾウの頭を持っているゆえんとされる。他の説ではパールバティとシバが夫婦でビショヌに祈りを捧げてガネーシャを得、他の神々がそれを祝いに来たが、そのうちの一人、 シャリは見たものを破壊する呪いをかけられていたため、常に下を向いていた。しかしパールバティは彼に遠慮せずに息子を見るよう進め、その結果、ガネーシャの頭は破壊された。ビショヌは悲しむパールバティのために、ガルダに乗って飛び立ち、川で寝ている像を見つけてその首をガネーシャの頭として取り付けた。片方の牙が折れている理由には、複数の神話があるが、最も有名なものは、 以下のものである。ベーダ歴のバドラパーダ月の4日、新月から4日目に生誕したとされるので、これに合わせて、ガネーシャの生誕祭、ガネーシャチャトゥルティ、ビナーヤカチャトゥルティ、ガンシャシャトゥティ、ビナーヤカチャートゥティが祝われる。10日間の祭りの間に障害状況を記念して、ガネーシャの像を祭り、最後に、ガネーシャの像を川や海に流すことで厄除けを祈願する。 最も有名なマントラは以下のものである。マントラを唱える前には、手足を清潔にしてから着座し、数回の調測を行ってから実施する。108回、もしくは年受の一周分もしくはそれ以上の周回分を唱える。ガネーシャのマントラは、あらゆる悪、障害、悪霊をり避け、財産、知恵、成功をもたらすとされる。チベット仏教では、 ガネーシャ、贈答財神は、大黒天、マエコラによって重複された姿でも描かれるが、観世音菩薩を本時とする、ご法神としても信仰される。神座部仏教国のタイでも、ガネーシャは仏教徒に信仰されている。天台宗、真言宗ではガネーシャを起源に持つ、寒気天、聖天が、天部のご法神として信仰される。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。